はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスガンダム戦記ステージ4、月面に響く戦士の挽歌、こちらをやっていきたいと思います。ではステージスタート。エリック・ブランケ少佐率いるインビジブルナイツを乗せた HLV は水天の涙作戦を成就させるべく空へと上がった。エリック・ブランケが兄として、そして姉として慕ったかけがえのない兄弟の犠牲と引き換えに、その悲劇は同時にエリックたちから離れた場所でも一人の女性がいなくなったことを意味していた。あのモビルスーツは本当にシェリー注意だったのか。あの人は確かにスパイだったかもしれないけど、ちゃんとファントムスイープ隊の一員だったんですよ。そうでなきゃ隊長をかばったりなんか。そういう大事なことに気づくのはどうしていつも失った後なんだろうな。なんだっていいじゃないですか、今はただ悲しんでやれば。シェリー、吐き出しようもない悲哀の念に打ちひしがれる中、ファントムスイープ隊は再びオーガスタ基地へと向かう。オーガスタ基地へと戻ったファントムスイープ隊の目の前には思いもよらない勇士が待ち構えていた。準ホワイトベース級強襲揚陸艦サラブレッド。かつて一年戦争時にガンダム4号機と5号機を搭載し、第16独立戦隊の機関として活躍した船である。そして遊具空路にはガンダム7号機が受領され、ファントムスイープ隊もまた新たな残党軍追悼と作戦阻止のために空へと上がる。部下殺しの英雄、過去の作戦による負の呪縛に囚われ続ける遊具空路は、その戦いの果てに何を見出すのか。ファントムスイープ隊隊長ユーグクール、インビジブルナイツ隊長エリック・ブランケ、己の信念と誇りをかけた二人の男たちが今怨恨に満ちた空で再び愛まみえようとしていた。月面に響く戦士の挽歌。てかサラブレッド出てきたけど、おお出てきてるね兄。サラブレッドの面々がいるじゃん。もうフルアーマーもできてるんだね。完璧にはできてるのか。ああプログラム的な問題ね。軌道補正のプログラムが抜かれているだって。え、そんなに重要なのそれ。
ほどね、ガンダム7号機にも乗ってたのか。他の機体があればいいんだけどね。こういうのってさ、宇宙に上がったら連邦軍に発足されないのかね。あ、こいつ月にいたやつか。おー、デラーズフリートね。しかもさ、デラーズフリートもさ、物資遅れるほど余裕あんのこれ。これってね、これってデラーズがそんなこと言うのか、これってギルグル、おお、ガトー少佐。スチュワート艦長になってる。なんだこのハゲは。ゴドインは強引なんだ。いや、こいつも大変なんだよ。頭がはげかかっちゃうくらい。軌道補正プログラム、やっぱそんな重要なものなんだ。
プログラムはそう簡単には作れないんだ。まあスパイだってわからないからスパイなんだよね。そりゃ採用しちゃうのもしょうがないよ。マスドライバー施設。おお、ジムがいる。何が起きているんだ。状況が把握できてないのか。ドムに乗ってるのは誰だ。別個体。連邦を取ってバカではない。てかガンダム4号機とかどこ行ったの。2万か。結構あるね距離。早っ。そこはパイロットの腕に任せるということか。こいつパイロット特性高いんだね。じゃあごつすぎる。おー、でかいね。
あれ、ミサイルが来てる。あと6ターンで合流中域へ到達するだろうって、こいつら計算すごいよね。あと何ターンでって5体内にミサイル撃破できるって、こいつでかい、もしやでかいえ、これほっといていいのかな。あとでチャンスステップ用に使わせてもらうか。メガビームキャノンかな。30も使うんだ。まあメガビームキャノンでどれだけ当たるかだな。お前たちに構っている場合じゃないんだ。8600か、ダメだった。とりあえずこいつは避けて、でこいつも避けよう。全滅させるわけじゃないからね、敵をうまくチャンスステップを使っていかないといけないから、ここでメガビームキャノンの射程に入るかな。入らないってことはここか。ちょっとエネルギーが心配だけど、なんでとりあえず倒すのはここのラインにいるやつらだけで十分だな。それも効率的にビームライフルを2発撃って倒す。よし、これでいこう。でドムが攻撃してくれれば助かるんだけどな。このザクは無視、このザクもとりあえず無視、これも無視と。痛い。でこいつは反撃をしておこう。ミサイルポットでいいかな。おい、増援か。さてここから、こっち射程1がなかったよね、そういえば。ってことはこの策は倒してもよかったな。で、ビーサーベルがないっていうのもまた珍しいよな。まあ前はね、フルアーマーガンダムだっけ、ヘビーガンダムだっけ、なんか忘れちゃったけど、そこら辺がビームサーベル持ってなかったからね。まあいいか、これはこれで。このミサイル追撃してきてるけど何なの。わあ、当たってしまった。もう一回かわしてテンション上げろ。大変だなこいつもテンション上がったり下がったり。これはちょっと避ける。でこれも避けて、あと何ターン、あと2ターンか。ミサイル撃破しないといけないからね。だからちょっと待ってね、一回セーブして、ビームライフルの超強気で倒せるかどうかだよな。ダメだった場合はミサイルポットでやらなきゃいけないけど、火力自体はね結構高いからね、いけると思うんだけど。ここじゃないかな。なんか8600、お、全然いけるわ。よし、超一撃からの突き進むぜ。ビームライフル、でピンポイントアタックでメガビームキャノンをぶちかまそう。標的を射程に捉えた。これより破壊する。お前を野放しにはできない。おお、強え。ここまでか。バカな。こんなことだ。
重装フルアーマー7号機は強えな、普通に。無彩艦の撃沈を確認。敵残ってっけどいいの？てかミサイル何だったのマジで。通信信号をキャッチしましたって。おお、ゴドビン受賞。いや、歯じゃないよ。命令は復唱したまえ。あ、許可なんだ。命令じゃなかった。てか、こいつなんでマジでさ、サラブレッドの艦長になれたの？優秀なの？どうした？こいつも悪どい顔してるな。連邦兵士。おお、施設が占拠されたか。新たな情報。その情報とは一体。てかさ、戦力をさ、ズタズタにされたのにさ、よくさ、取り戻せたよな。あ、これを発射するのか。完全に岩だね。重金属で蘇生された質量弾。
この一発のためにやるのか。でもこれ以降が落ちれば結構なダメージにはなるよね。なるほどなるほど、マスキャッチャーにより回収する目的で開発されたものなんだ。全然わからん。ああなるほどね。機密事項だ。連邦の攻撃さえしのげばね。これ普通のザク？こいつがどんどん乗ってんだ。12ターン後。相変わらずの計算の速さだな。それだったらさっきのなんとかプログラムも作れるんじゃないの？危険手当。確かね。
プレステ3版のガンダム戦記だったらここのステージ結構きつかった気がするんだよね。いや、こいつビビりそうだけどね。ここは別に宇宙で大丈夫だよね。あれ、適性が合わない奴がいる。誰？え、宇宙じゃないの？だってこいつ出れないのかな。いまいちわからんな。地上用のユニットとかっていた。ゲルググだ。こいつを宇宙用に変えないといけないんだ。ジョニー・ライデンのいつもの機体にしよう。オプションパーツの付け替えがちょっとめんどくさいな。どれがどれだか分かんなくなってきた。余ってたやつをどんどんつけていこう。あ、これでいいや。よし、これで大丈夫でしょ。よし、 OK。 アイロスを撃破。遊具がアイドスを撃破。 OK、 あと12ターン。ターン制限があるとね、ちょいとめんどくさいけど、まあ、まずは進んでいこう。このね、自動砲台が超強かった気がする。これ弾幕の嵐なんですよ、確か。ミサイルで回避されたか。しょうがないな。ガンダム7号機はちょっと先に進むか。大丈夫でしょう、この機体だったら。で、専用のビームライフルでそいつを撃つ。人がたくさん死んでいる。それでもわからないというのか。で、こいつをアムロが倒す。そうだ、こいつでかいんだ。こっちのガンダム7号機は。宇宙適応力。壁は熱いね。ただやっぱり自動砲台倒せるかな。ギリ倒せるな。ジオングはどうだ。おお、強い。あとはさらにこのブラウブロを鍛えたい。てかこいつらめっちゃでかっ。あ、強い。ブラウブロオプションパッドつけてるからね。いや、マジでかいな。倒せるかな。9200。おお、いいね。
テンションを上げて倒していこう。ジオンに一応こっちの方に行くか。ガルバルディベーター、ガルバルディベーターはミサイルを持ってるんだね。アルファは持ってなかったよね。そこからのケンプファー、シスルームファーストで行くか。上にそういうの固定放題があるな。あれも倒さないといけないからね。こいつらは一応進んでおいて、サラブレッドも進ませよう。てかここすげえ引っかかりそうだな、戦艦が。狙ってくるね。やはり射程がとんでもないな。まあ、地上でいうトーチカだからね。ブラウブローを狙ってきたか。4レベルにしてエルミスを早く作ろう。結構いっぱい敵がいるな。あと11ターン。これ絶対1機ずつしか通れないよ、この狭さだと。どうしようかね。こいつらはな、戦艦に帰らないとエネルギーが回復できないからね。とりあえず7号機は単独で動かすか。7号機もここさ、でかすぎていけねえし。ミサイル取ったらちょっと怪しいかな。だってこいつはもうエネルギーがないよ。こっちを経由しないと、これさ、左に出すと罠だよね。いけねえじゃんみたいな。うわー、こっちマジで敵多いなー。全部で12ターンか。どうしようかな。一回チャンスステップ発生させようかな。サラペットがここまで進んでミサイルで当たらない。マジか。ヒーライフルしかないっていうところかな。またあれだよな、誰か機動力のあるやついる。ジョニーライデン届くか。届かない。じゃあいっか、このターンはちょっと普通に進もう。クリック攻撃も無理だよね。相変わらずのジムコマンドだな。いやー、ここはマジ戦艦が詰まる。雨のここに置いとくか。
で、砲弾はちょっと厄介だから貸しとくか。よし、OK。まさかジムコマンドを狙ってくるとは。勝つために、生きて帰るためにここまで来たんです。ビームライフ、おー、いい感じだね。フェザーパンネルだな。さすがに無理か。あ、自動砲台ね。射程広すぎでしょ、自動砲台とか言って。10ターン戦艦にね、チャンスステップがないからね。とりあえずここ撃破しとこう。アムロもな、一回帰りたいっちゃ帰りたいんだよな。こっちから突破させるか。機動力を上げるか、エネルギーを上げるか、悩みどころだな。ここに行くかな、戦艦が。でも戦艦ここ通れる？ちょっと心配になってきたんだけど。これはこのまま。どっちが先に入るかだな。とりあえずホワイトベースが先に入ろうかな。ブラウブロは出れなくね？出る場所がない。そこからギリギリオールレンジ攻撃でこいつに打って、で空いてる隙間に、いけねえし、ここがいけるわ。こいつはちょっと砲台を破壊してもらうか。さすがにスーパークリティカルが出れば、このフルアーマーガンダムであればなんかなとな。あとはじゃあちょっとこっちの方に行って、またこれを破壊しておこう。マジでうーんだな。うん、食らった。しょうがない。ではちょっと回避しておいて、ビームライフが13か。食らったー。テンション下がるわー。自動砲台さすがにいいかなー。大きなハンドブリッドだな。的になって終わるかな。
ここのエリアの敵はビームライフルで排除しよう。ビームライフルがエネルギー効率的にいいけど、固定砲だよな、倒せるかどうかなんだよなと。てか超一撃なら絶対倒せるか。まずは下側のやつから狙っていこう。やっぱりね、ドミノバズーカーが痛いからこいつは早めに排除しておく。で、このガンダムもあれか、戦艦に入れないと回復しない系か。もしやここまで進めちゃったけど、ちょっと一旦入れよう。なんかそんな感じがしてきた。出撃、あ、そうだよな。あとはブラグロ、ちょっと狙えるやつか狙ってこう。よし、とりあえず目標の4レベルまでいったから、あとはちょっと軽いやつでも出しとけばいいかな。で、ホワイトベースをちょっと先に入れたい。あれ、これ2機入れる？幅的に。あ、幅的にいけそうだな。で、ちょっといけねえか。ブラウグロは入れるよね。アムロ君にはもう少し頑張ってもらうか。うわー、やっぱダメか。普通のビームライフルでは倒せん。3レベル。ダメだよな、やっぱり。このタクティはどうしようかな。こいつは取っておこう、一応。砲台狙えるね。模倣隊はね、できれば反撃で倒しておきたいから、こっちの砲台は無理なんだよな。いて、食らった。アムロのテンションがめっちゃ下がっていく。あと8ターン。ここがギリギリ通れんの。で、ミサイルでこいつ狙って回避された。アサルトアーマーこいつで減らそう。アサルトキャノン、ショットガン貫通、あ、でもショットガン射程が短いわ。長い道のりに終止符を打とうや。回避されたあのザクはエースだ。チームコマンドでいけっか。無理じゃない、射程が全然足りねえ。じゃあちょっとガンダム7号機を出すか。レベルアップ。こいつもぶっ倒しとこう。インビジブルナイツが負けるはずがない。所詮はザク。あ、撤退してった。爆発はしなかったな。ホワイトベースを出して当たらないから、シャープ。
アムロはもうさすがにエネルギーがない。ここはちょっとよっしゃ大佐にお任せしよう。そしてうわあっちは当たんなかったか。ザンジバルも進めると。当たるやついる？いないね。うおー当たった、結構食らった、やっぱりバズーカだ。シャアに当ててくるとは。これからちょっとこのまま置いとくでしょ。ほとんどネガリスコだけで倒せんだ。すげえな。さすがにパーフェクトジオングと呼ばれるだけある。なんかグレートジオングとパーフェクトジオングがちょっとごっちゃになっちゃうんだよね、よく。あれ出てきてたこいつ。68% と 60% か。勝てると信じて打つしかない。痛い、こっち当たったけど外した。なんてあれ、こいつあれじゃん。あと少しで水天の涙作戦が完遂される。どんな敵も近づけさせない。それは無理な相談だな。去っていった。あと7ターン。ちょっとセーブをしよう。多分このターンで倒せんの。一斉砲撃をすればドムくらいなんとかなると思うけど。なんたってこちらガンダム7号機上がんない。ビームライフルのてか2人しか攻撃できねえし。ダメージコントロール確実にいこう。確実にダメージセーブしちゃうとさ行動が終わっちゃうんだよね。そしてテンションも下げられた。まあしょうがない、ハイテンション使えばいいだけだし。 71% か。これ以上無駄な犠牲を増やすな。何も分かっていない連邦の犬が私たちの邪魔をするな。仲間をやらせはしない。ここはあえて撃って出る。くらえ。これ以上は期待が持たないか。10っていうヒットポイントだったからね。どういう状態だったんだよ。こいつらは水天の涙に取り憑かれてるな。落ち着くんだアイロス。あれ、いつの間にか敵が増えている。ランチで回収するのか。
命令は絶対だ。左右にもケルググいるけどね。反応。あれ、ボルボロが出てきた。マジか。なんかこいつらさ、モビルアーマーをすげえ持ってるよな。プラズマリーダーとかちょっとやだな。なんかあ、でも最大エネルギーの 10% 分しか食らわないんだ。一回食らったらすっからかんになってたからね、前まで。じゃあちょっとこいつは帰ろうかな一回。帰れない、ちょっと先進もう。こっち一旦下げて、で後ろからザンジバルがついていくと。攻撃はわあ、ギリギリ届かないか。じゃあ誰か、射程の長いやつがいいけど、 G04 出すか。よし、排除完了、帰ろう。ここがマジ狭い。ここでいいのか。待って、キャンセルをしてしまう。ジョンズもちょっとエネルギー不足だから帰ると。あとはこいつらが来るのをちょっと待って。こいつがあれだよね、テンション下がってるか、フェザーファンデルか微妙なのか。メガビームキャラにしよう。まさかここでバルバロが出てくるとは。12000フルアーマーガンダムでなんとかなるかな。そうか、こいつのテンション下がってるんだ。ってことは、機体のレベルを上げてもあんまりしょうがないけど、シャアでやるか。12000。うおー、倒せなかった。テンションが下がってしまった。ってことはちょっと一旦こいつは前に出して、逆にまあチャンスといえばチャンスだな。いけるか、あっちまで。ギャンとかでな、倒したいんだけどな。届かねえな、これ。ビショップも届かないでしょ。ガルバルディもだって届かねえだろ、これ。あ、届いた。ミサイルだ。ギリギリ端っこが届く。突っ込む。
いやーいいね。まさかこいつが隠れるとは思わなかったよ。しかも2レベル上がってるし。で次はサルベージをしよう。こいつもエネルギーがないから一旦帰って、前進してきたな。まああと6ターンは余裕だな。こいつ普通に来てんだけど。敵軍の全滅でしょ。ちょっとじゃあシャアを一回返して、ミサイル当たるね。よし、アムロを出すか。これはメガビームキャノン。え、どういうこと、こっち行けねえのこれ変な岩みたいなとこ行けねえのか。じゃあこっからメガビームキャノンを当てないといけないけど、あの砲台がちょっと厄介だから、そうか、あの周りに囲まれてるところはダメなんだ。じゃあちょっと一回帰還しようかね。で、戦艦がめちゃくちゃ詰まってるな。隊長を出して一応部下も全員出すか。でちょっとこっちに逃げよう。で捕獲と、サルベージ使うまでもなく邪魔だからな、こいつは。で、ザンジバルを前に出して、誰か攻撃はできない。これ外側からだったらいけるか。いや、でも内側から入っていった方が良さそうだな。よし、じゃあちょっとやつが来るまで待つか。まだあと5ターンあるしね、大丈夫でしょ全然。ザク通過出しておこう。うん、全員動いてきた。まあ普通のビームライフルでいいか。皮肉なものだな、タチアナ・デアが残したモビルスーツとこうして最後に立ち会うこととなるとは。タチアナ？シェリー・アリスンのことか。彼女のことを知る者ならばなぜ戦いを続ける。彼女のシェリーの願いは戦いを終わらせることだった。シェリーの望みは平和への。黙れ、タチアナをシェリーなどと二度と呼ぶな。貴様に何がわかる、タチアナの何が。このエリフ・ブランケの全てを賭して相手をしてやる。当たるわけにはいかない。敵の士気が高い、厄介だな。逃がさん。離せない。2発では倒せないか、全然無理だね。ま、あと4ターン全然余裕だな。じゃとりあえずホワイトベース行けるとこまで行こう。ここが限界かな、なんかマス目的に。中に入り込もう。じゃあもうこいつは
と後ろの固定砲台も倒そう。であとは、うわ、アムロがマジでいけねえんだけど狭い。どうする？確実に 54% か。ショットガンプラス支援のビームライフルでどうよ。倒しそう。倒した。あとはザクを倒すだけだ。まずテンション上げていかないとね。よし、テンションさえ上がればビームライフルでもなんとかなる。でさらにこの砲台も倒そう。あと残ったのはシャアに任せるか。いや狭いところになるとほんと大変だね。でザンジバルをここが限界。アタラン、ガルバルディベータ、で攻撃はできるな。当たるってことは、テンプファンとかジャイアントバズーカ、よし4レベルで、こいつの生産ラインどうなってんの。4レベルでガズエルとガズアルが作れるのか。ハイザック連邦軍仕様ティターンズカラーってことね。じゃあこいつはいいか。あとはこれはもうケンプファーで止めとくべきだな。ってことはあとギャンだ。ちょっとギャンが全然鍛えられてないな。まあしょうがない。よっしゃ、あのレベルが上がった。なんだかんだでまだ8か。マスドライバー、メガ粒子砲で攻撃。あ、そうか、施設への攻撃許可出てないんだ。難しいこと言うねこいつも。艦長ついてこれてないよ。照準確定できます。攻撃機種の方が優秀だ。絶対に外すんじゃないぞ。結局どうなったの。着弾を確認。
射されてんじゃん。おお、ジムがいっぱい出てきた。今さら何しに来たんだお前ら。今さら増援部隊の到着か。全くその通りだ。ファントムスイープ隊の任務は質量弾の射出を許すという形で幕を閉じた。マオリアン少佐の起点により行われたメガ粒子砲によるマスドライバー終端部へのピンポイント攻撃は、着弾こそしたものの質量弾の射出を食い止めるには至らなかった。長い尾をたなびかせて地球へと飛翔する質量弾インビジブルナイツは、脱出用のスペースランチからそれを見届けていた。それは彼らの存在意義が果たされた瞬間でもあった。だが多くの同胞たちを犠牲にして完遂した今作戦にどれほどの価値があったのか、今はただ地球を目指す彗星の軌跡にスペースノイドの自由を託すことしかできなかった。一方、拘束されたエリク・ブランケは軍事裁判にかけられた。旧ジオン公国軍の装備占有および大戦終結以降の度重なるテロ行為により極刑が宣告される。彼の判決は刑執行前に一部のジオン残党に漏洩していたというが、その真意は定かではない。ただ確かなことは、その後の歴史においてエリク・ブランケの名を見ることはなかった事実のみである。そしてシェリー、ユーム隊長、本当に無事だったんだな。シェリー、月からの祈祷中に聞かされた時は驚いたよ。私もまたこうして隊長に会えるなんて思っていませんでした。私は死亡認定された身ですから。そうだったのか。月のことは聞きました。これでよかったと思います。いえ、これこそが最良の結果だったんです。そうか、そうだな。あの隊長、ヒュー中尉は？ああ、あれから随分と元気になったよ。退院まではあと少しかかるそうだが、早くタイに復帰したいって騒いでる。よかった、元気そうで。そろそろ時間ですね。ああ、射出された質量弾は終端部の爆発の影響で軌道を少しだけ変化させ、オーガスタには落ちることなく地球を今まで周回し、重力に引かれ砕けて、そして本物の水天の涙になった。私たちのやってきたことは無駄ではなかったんです。この夜空を見上げた人々が何を思い何を願うのか、それが大事だったんですから。戦後の夜空に降り注ぐ無数の流星、人の手によって放たれた作り物の流れ星、それは人類がまだ空に上がる前の時代のように、今を生きる人々の希望となれただろうか。散り散りに砕け散った質量弾の破片は青い夜空をかける星屑の雨となり、
いつまでも輝き続けていた。そう、人々が願いを託す水天の涙として、時に宇宙世紀0081水天の涙と呼ばれた作戦は、多くの人々に見守られる中終わりを迎えた。シェリー・アリスン。てかさ、あ、ミノフスキークラフトを手に入れた。宇宙空中適性 S にする。XL サイズ以上のみ。ああ、なるほどね。モビルアーマーも空中と宇宙両方使えるようになるっていうことね。これは結構いいな。てかさ、作戦は何？成功したの？失敗したの？どうだったの？連邦的には。よくわかんねえな。エリック・ブランケとか捕らえられてたし。捕らえられた上に死刑で。これで良かったんだなって本当かよみたいな、こんな動き方だったっけな。まあ今とりあえず、まあ、ガズあるから作るか。だいぶダブルゼータの時代まで進んじゃったけど、まあ、別にいいや。ビショップ、そうか、ビショップはな、ブラウグローすでにいるからね。こっち開発して、エルメスにしよう。 XLここでララ多分手に入れられるから、ララスカウトしよう。で、これ XL でかいな。シャーを隊長にする。そうすると、じゃガンダム7号機もでかいんだよね。そういえば XL だから、ここら辺はちょっと考えないとな。モビルアーマー1機のモビルスーツ2機、これで編成を組むか。あとはじゃあちょっとこれもブラウブロにしよっかな。ブラブラできねえし。レベルが足りん。ケンプファーはケンプファーのまんま。ギャンは5レベルにしたい。ここら辺が最近全然活躍してないよな。よし、OK。じゃあちょっと、多分これで、ララーが手に入ったんで、ララーはスカウトしましょう。というところで、じゃあガンダム戦記はこれで終了となりましたので、次回は0083かなに入ると思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。